中国版で最新の TI 表が出たので紹介します。忘れがちだけど、日本版はリリースしてまだ2ヶ月も経っていないからね。ここで中国版の情報を出されても未実装キャラが多くて参考になるの？未実装なキャラについては今後の参考までにしてほしいけど、注目すべきはアトリエコラボキャラの評価も反映されたところ。あ、アデリアコラボって日本版でも開催されているイベントじゃない？中国版では少し早く始まったけど、もう評価が出たのね。そして評価的にはコラボ後半で登場予定のリラは最高評価だったんだよね。ライラとリラで迷っている人も多いだろうし、今回はリラを紹介するよ。的にはリラは最高評価を受けているのね。翻訳に自信がないけど、単体攻撃で与えるダメージがバフを乗っけて 585% もの驚異的なダメージを叩き出すってところかしら。これにより会心バフを持った上で連続攻撃が可能になるんだよね。そしてライダーにもあるんだけど、リラにはエネルギーという概念もあります。エネルギーか。わかりやすく言えばシュラのシュラモードのエネルギーと同じね。このエネルギーの溜まり具合でリラの会心ダメージに影響するんだよね。これを加味した上で T0 という最高評価を受けてると思われます。へえ、つまり効果力アタッカーってことか。スキルによるバフ付与の他にエネルギーの使い方も重要そうね。それで、使ってみてどんな感じだったの？いないんだよ。はぁ、なんて言ったの？旧型の AG でも聞き取れるくらい、はっきり大きな声で言いなさい。爆死してリラーをお迎えできなかったんだよ。うん、知ってた。いつもの端末でライザのすり抜け地獄にハマっていたのは動画にしていたけど、そのせいで決勝席はもちろんないので新しいデータでプレイし始めたんだよね。中国版2つ持ちとかよくやるわね。わかる人にしかわからないと思うけど、そう簡単にできることではないのよね。そこまでしてもお迎えできなかったリラだけど、いつもの瞬戦映像はお送りできます。まあこれができるから、紹介はできるから投稿者には便利よね。キャラのボイスが聞けたり、ボタンでの SD も確認できたらなおいいんだけど、この試運転も不便なところはあって、例えばリラのエネルギーは最初からマックスなんだよ。中国語の翻訳が自信ないか確認したいんだけど、スキル1と3ではエネルギー全消費の代わりに力を得る内容のはずだけど、この試運転画面では消費されずにずっと 100% のままなんだよね。ああ、それでこんな化け物みたいな火力が出ているのね。ここではずっとエネルギーが常に満タンってことなのね。イベントステージでお試しで使えたときはエネルギーはもちろん消耗していたからね。日本版ではどうかわからないけど、試運転画面でのエネルギーは要確認です。今流しているリラの火力はすでにエネルギーが 100% 状態になっているので。まあでもこの火力はすごいわね。テスト機とはいえ、ボスを一人であっさり倒しちゃっているもの。あと気をつけるところはスキル冷却の遅さかな。気合表にも記載してるけど、クールダウンが遅いのは気をつけるところだね。それを差し引いてもトップクラスの性能なのね。性能で比較すると、ライザが霞んでしまうわね。終わりだ。精霊の力を思い知るがいい。終わりだ。アテギア。というわけでリラの性能を簡単に触れてみました。
参考にしたティア表は PVP での評価だから、ステージごとで使い方は変わると思うけど、戦力になったら頼もしい火力を発揮してくれそうだよね。リラは専用武器もあるもんね。こっちも解放したら余計に強くなりそうだわ。次の動画で詳しく説明するけど、リラとライダーどちらかに育成を集中すればスキルレベルは無課金でも済みそう。ただ専用武器のマックス強化は配布だけは厳しそうなので、育成パックが必要かというのがイベント後半戦を遊んで分かったところです。それでもこんな強いキャラをイベントを遊ぶだけで強化できるなんて、なかなか嬉しいことよね。というのがイベント後半戦を遊んで分かったことです。スキルの内容は独特なので、翻訳が間違っているところもありそうなので、まあとりあえずコラボキャラの中でも評価が一番高いリラを紹介しました。今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。あなたの登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。